えーどうも、皆さん、こんにちは。翔太です。今回もですね、皆さんが、あっと驚くようなえトレードノウハウをですね、解説していきたいなと思いますんで、ぜひですね、最後まで集中してですね、この動画講座をえご覧いただけたらなと思います。で、今回ですね、解説するまあトレードノウハウの えー、テーマとなるものはですね、えー、チャネルラインになります、えー、チャネルラインの、えー、ちょっとした、まあ、裏技というか、まあ、そういったところですねで、えー、今現在表示しているのはですね、えー、ドル円の1時間足になりますドル円の1時間足。で昨日ドル円はですね あのまあ後半にかけてですねグイ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 こうまあ急上昇してきたわけですねこのようにでこの上昇をですねえー、まあここであの要はこうまあ反発させてきた要因ですねここでまあ反発してますよねなんでこのポイントで反発してきたのかっていうのがですね 今回のトレードノウハウを用いることで、えー、一目瞭然になるということですね。なので、このトレードノウハウを最初から知っていた人にとっては、まあ、えー、ここまで上昇してきたら、まあ、一旦、まあ、抑えられるだろうなということで、ここで、まあ、決済できたんじゃないのかなという感じですね。うん、で、まあ、要は、このラインですね。このラインが、 強力であったため一旦反発してきたということなんですけどこのラインをどういう考えで引いているのかということですねで今回のチャンネルラインのテーマになあのちょっと入っていくんですけどもこのラインの元となっているラインっていうのはですねここになるんですねこれねこの切り上げラインでこの切り上げラインはこの安値 ここの安値とここの安値この2点をこう結んでやってるんですねするとこういう切り上げラインが出来上がるとでこの切り上げラインをコピーペーストしてここの高値に当ててやってますすると、まあ、こういうチャンネルがね、まあ、作れるわけですね最初ねで このチャンネルのこの,この上限ラインね。この上限ラインを、この要線、ここの陽線ね。この陽線でブレイクしてきたんですね。これ、ね、で、このタイミングで、このチャンネル上限ラインはもう攻略されちゃってるんで、次の目標となる えー、チャンネル上限ラインを引いていかないといけないわけですね。で、えー、そういう時に役に立つのがこの左の波の、えー、戻り高値の位置になるんですね。というわけで普通だったら次のチャンネルの上限ライン目標チャンネル上限ラインというのは、えー、ちょっとコピーしますけど こここになります、うん、この戻り高値のみに、えー、コピーペーストして、えー、このチャンネルラインを当てるという、えー、ノウハウしか知らない人にとってはこの戻り高値にこのようにコピーペーストして、えー、チャンネルラインをああの当てて、えー、このようにこう引いてですね次の えー、まあ目標地点は、えー、このラインにタッチしてきた時というふうにねまあ別に間違いではないですけどもこうとしか考えることができないわけですねうんでも結果的にですね今回のように、えー、ここの戻り高値にチャンネルラインをコピーペーストして当ててやったこのライン にには、まあ、届かずにです、ね、その手前で、えー、急遽反発して下落してきたということですね、うん。じゃあこのライン一体何なのと本題に入りますけどちょっと一旦消しますね。じゃあこのこのラインどうやって引いてるのと言いますと実はですね。戻り高値にしか えー、チャンネルラインをコピーペーストして、えー、当てなきゃいけないっていう決まりはないんですね。うん、どこ,このラインはですね今回のテーマとなるこのラインはどこを起点に当ててるのかというとここを注目してほしいんですけど要はこの戻り高値をつ、えー、けてきた手前の安値 に対して、えー、当ててて当やってるんですねここを起点としてこのチャンネルラインをコピーペーストして、えー、ここを、えー、軸として引いてやってるってことですね。うん、するとこのラインが出来上がる。で今回このラインが綺麗に意識されて反発して 下落してきてきいいるととうことですね、うん、なのであの戻り高値にしか、えー、チャンネルラインをコピーペーストしてはいけないっていう決まりはないんですね。えー、もう一回言いましたけども。この戻り高値つけてきた手前の安値にこう当ててやることでそのラインが今回のように 反応してですね、えー、反発してくるというケースもありますので、まあ、この小技はですね、まあ、ぜひ覚えておいてください。うんまあ、基本的には基本的にはね、あのーまあ、この戻り高値にこう当ててやって、まあ、そのそのラインに、えー、そのラインを まあ信用すすればいいと思うんですけどその手前でこう押し戻されてきた、えー、勢いが弱まってきた時ですねっていうのは、えー、今回の、えー、ノウハウをちょっとこう使ってみた方がいいというか、えー、その手前のこの安値を軸として、えー、当てたチャンネルラインですね。えー、それが 意識されているのかなというふうにちょっと疑った方がいいって感じですね。だからここで、まあ陰線、まあ2本ぐらいできたタイミングでね、うん。あの、まあ、このラインがもう明確にね、えー、意識されたんだなというふうに、えー、もうそこで切り替えなきゃいけないっていう感じですかね。この陰線1本だけとかあったら、 ここからまた切り返して上昇ということはありますけど、まあ、陰線2本ぐらい、えー、できても陰線2本目確定したらですねあのこ,、えー、とこっちの、えー、この戻り高値を軸として引いたこのチャンネルラインじゃなくてここの安値を軸として引いたチャンネルラインが意識されたんだなというふうに思った方がいい感じですね。 まあなので、この小技はですね、えー、覚えておくと、えー、結構その今後のトレードにですね、えー、十分こうあの応用できるんじゃないのかなと思いますんで、えー、ぜひですね、えー、頭の片隅にでも、片隅に,片隅にでもですね、あの入れておいて、えー、もらえたらいいんじゃないのかなと思います。 はい、で僕はこんな感じで YouTube に、えー、日々ね、えー、いろんなトレード動画講座をですね、あのーまあ、更新していってるわけなんですけども、まあ、もっともっとね、あのー、奥深い、えー、ためになる、えー、役立つ、えー、トレードノウハウを学びたいという方はですねあの僕の FX 教材をですね、えー、参考にしていただけたらと思います。 ここ最近は、ショータ式12点を得セットという、僕の FX 教材がですね、あの非常に人気でご好評いただいているので、よければご参考ください。で、僕は LINE アットもやっております。で、僕の LINE アットを友達追加していただいた方にはですね、あの無料プレゼントを差し上げておりますので、よければですね、この動画の下の概要欄に、僕の LINE アットのリンク載せてますんで、そちらからえ友達追加 し、えー、していいたただけたら嬉しいです、まあ、ご質問とかご相談とかも、えー、LINE アットのトークで受け付けてますしで、まあ、お得な情報とか、えー、極秘情報とかもですね、えー、LINE アットで、えー、お届けしてますんでねあのそういった意味でも、えー、と友達追加、えー、していただけると、えー、お互いにこうウィンウィンな関係かなと思いますんで。 ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回の、えー、動画講座以上になります。ありがとうございました。